チアチア語は、インドネシアスラウェシ島沖にあるブトゥン島南端の町、バウバウ周辺で話されている、オーストロネシア語族系の言語、南部ブトゥン語とも呼ばれる。チアチア語話ア者は2005年の時点で約8万人である。ただし、ほとんどのものがほぼ同じ言葉のオリオ語かインドネシア語も話せる。オリオ語は、表記にアラビア文字を使い、一方で、 インドネシアの学校では、ラテン文字しか教えないので、書き言葉としては使われなくなってきている。チアチア語は、南東スラ空へ詩集、ブトゥン島南部、ビノンコ島、バトゥアタス島などで使われている。伝説によると、ビノンコ島のチアチア語話者は、ブトゥン島のサルタンから派遣された軍の末裔である。ブトゥン島の言語事情は複雑で、十分に調べられていない。方言として、カエサブ。 サンプラウィ、ワビューラー、マシリなどがある。マシリ方言は語彙も豊富である。パシサー方言で GH と発音するところ、ペディマラン方言では R と発言する。ただし、ペディマラン方言は外来語の影響が強い。チアチア語は昔はジャウィ文字系の文字群ドゥール文字で記されていた。この文字はアラビア語をもとにシーン語文字を足したものである。 2009年、バウバウ氏は、チアチア語の表記文字として公式にハングルを採用するという決定を行い、ハングルで書かれた教科書も準備されて、3年生50人に配布されたと報じられた。以下のハングル表記はすべて、ハングル推進当時のものである。の文字は、R、O の文字は、L を表す。が2字に分けて書かれることもあり、例えばは、前の字の最後のと、 次の字の最初のを合わせて、パーリと発音される。は、が一つなので、セリングとなる。冒頭の、L は、無音アザを利用して、マイナスのように書かれる。語尾の、L は単に、と書かれる。語尾の、R は、無音アザを利用してと書く。そのため、例えばは、セイヤーとなる。現在のハングルには、V を表す文字がないため、 韓国ではすでに使われなくなったの文字が復活して使われている。は韓国語では、を意味する。チアチア語の、もで表すため、文字では両者を区別できない。文例、数字の1から10は、ありがとうございます。